ビール飲んだゼロカロリーはい、まあ雑談楽しんでるとこでね、あのカバン出してください。カツアゲされるの。カバンの中身チェックします。財布に何入ってるかみたいな、何か怪しいものないかチェックするんで出してください。誰から出せばいいんですか。サンシャさんからです。なんもないけどな。さあ行くぞ。まずはバブリケーキくんの方から見せてもらえますかね。じゃあまずは最初はね、僕からカバンの中身言い出す手が、まずあのこれモバイルバッテリーで、これめちゃめちゃ有能なやつで、すごいね。なんかこのね、これでもう充電できて、ここにね何パーセント残り充電があるかとかも表示されるんで、まあ、結構ね便利なやつですね。であとまあ財布いくら、これは買ってもらったやつなんでわかんないですけど2000円くらいした。安い。誰に買ってもらった。おばあちゃんですよ。おばあちゃん来た。だからあの柿さんからね、岐阜駅でもらった、うん、なんか岐阜で有名なコーヒー、関コーヒーっていう。でも見たことありますよ。あ、岐阜で有名なんですか、これ。関って岐阜の地名だから。へえ。そう。をね、もらったんで、あのカバンの中入ってます。いや、それ飲みてえな、今。飲んでいいっすよ。ひどっ。あとはね、シャツあげたのにね。ひどいよ。あとヘアスプレー。お前そのヘアスプレーいくらしたんや。これは1000円です。ああ、財布より高いやねえか。あとはあのこれ、ガジェット入れ。ガジェット入れ、ガジェット入れと思ったけど、あ、これが香水。え、待って、そのさ黒いのクソ懐かしいんだけど、その下の、それ香水みたいなやつでしょ、コンビニ。これ制汗剤、制汗剤か、制汗剤と。バカ懐かしいんだけど、中学生ぐらいの時それめっちゃ売ってた。高校生か中学生が懐かしい。あれコンビニ売ってんだよ、黒いやつで。 BB クリーム、甘い匂いするね。84は入ってないんか。84って何ですか。シーブリーズみたいな。ああ、爽やか。84って知らんの。多分ないっすね。マジか。あとリップクリーム。あとこれがなんか撮影用に。ほんまに見えるね。違いますよ。何？撮影に使うね。なんかあのとりあえずね、撮影に使うやつで。何？意味深すぎる。あや、これあのあれですよ。普通にこうやってね、なんか あの奥にね携帯くくりつけてやるやつですね。自撮り棒みたいな。そう、自撮り棒です。こんなか。形エロすぎだろ。あとね、ハンドスピナーね入ってますね。なんでだよ。お前ちょっとガスやりたい。5年前から来たんか。やっぱハンドスピナーみんなやりたくなりますからね。あ、確かに楽しいですよね。ちょっと面白い。お、ギャッツビーだ。でこれあのギャッツビーだ、有名なやつですね、あのワックスか。でもあとウェットティッシュ。あ、あれだ、僕サイン色紙持ってきてますよ。サイン色紙、あのいただくんで。サイン色紙いただくんで。あ、もしかしてあれプレゼントキャンペーンしようぜ。プレゼントキャンペーンやる。名前ペンもあるんでね。お前細いペン持ってくんなよ。サインはぶっこいやつだ。いや、コンビニで買います、コンビニで。まあ、あとまあ MacBook ですね、僕持ってきたの。めっちゃ軽そう。MacBook 軽いよ。もうそんくらいですね、僕が持ってきたのは。ちょっとお前らハマるなよ。あんま面白くないですね。みんなね、ハンドスピナーにハマってます今。面白いハンドスピナー。じゃあ次、サンシャーさんのね、サンシャーさんのバッグ見ていきます。なんか慌てて隠してたんですけど。隠してないよ。これでしょ。なんか手袋してるけど。確かに、なんで鑑識みたいな。違いますね。いや、まずこれでしょ。アンカーの急速充電器、知ってます、これで。急速充電コード、え、これめっちゃおすすめだよ。そんなに早いの。1時間ぐらいで充電マックスになります。じゃあ今日これ借りよう。まずはやばいやばい。あと普通に香水、青色の香水だけ。おしゃれ。何の香水それ。ハワイアンブルーですか。ライジングウェーブっていう。え、これめっちゃいい匂いなんですよ。匂いたい。カツオの匂いする。あー、すごいいい匂い。あー、なんかシーブリーズの豪華版。めっちゃ甘い匂いするでしょ。確かに甘い匂いするな。これだけなんですけど。あら、なんて面白くないカバンだ。おいて。サンシャさん、これしかないですカバンの中身。少な。え、普通でも何も持ってこなくなくないですか。これと財布があるってことです。これと財布と服で終わりですけど。財布なんか見せろ。財布なんかいかがって。あ、もうないよ。免許証見せろ。やば。サンシャさん、マジでこれしかないですね。2個です。
ガチでなんもないですけど。少な。いや、まあ僕は、ね、一回この企画やったことあるんで、そのチャゲポヨさんがやった時に、はい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 、その時にね、ちょっとうかつにもコンドーム入ってたんで、マジで、マジで、まあ、仕込み的には、まあメガネでしょ、仕込み的には特にね、そんなないんやけど、はいはいはい、メガネ。で、あとは、まあまあ3社もあったけどね、充電器。充電器ね。はい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 。え、普通のカバンに充電器入れてんの？で、まあ、これあの、カードゲームのゼノ。え、なんすかそれ？これ、これ、え、知らんの？知らない。知らないの？これ。これあのカードゲーム、これあの中田敦彦プロデュースの、へー、うん、あー、なんかあれですか、3とかを当てる、あ、そう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 、これねガチで面白いんやって、でこのペラさやつからさ、そのね軽く ね持ってきてもさ絶対損ないからさ、はいはいはい、やりましょう、そう、いや、やってみてガチで面白いから、なるほど、時間があれば、ね、中田敦彦ってもしかして、うん、藤森慎吾の相方ですか、そうですよ中田の方が有名だと思うけどどっちも一緒くらい有名って言った、で、まあ、あとはハンカチ、タオル、かわいい、ハンケチだ、で、あとはね、はい、皆さんこれ買ってください、これは飛び入り、飛び入りのトランプですよ、飛び出せにます、これは、はい、もう終わってますけど、オンラインでの販売がね、オンラインで買えてしまう、そう、オンラインで28日から始まるので、まあ期間限定なんでね、なるべく早めに、もうマジックしたい方はぜひ、はい、見たい見たいです、はい、どうぞ、まああとは、一応持ってきたね、もしかしたらみんなで人狼やるかもしれないんでね、人狼ジャッジ、僕たち人狼勢なんでね、人狼やるかもしれないんで、人狼ジャッジメント、4人で人狼、ワンナイト人狼でやるかもしれないんでね、この人狼ジャッジメントのね、あのスタンダードセットっていう、この、はい、こうやってね、ちゃんとね、人狼カード、市民カードみたいなのが入ってて、これを配ってね、できるっていう、まあやらないけどね、やらないよ、何持ってきたんすか、やるやる、めっちゃいろいろ遊び道具持ってきてる、確かに遊び道具、カードゲームめっちゃ持ってきてるから、居酒屋でやるでしょ居酒屋でやる、一番遊び道具持ってきてるのちょっとおもろい、うん、で、あとはモバイルバッテリーです、モバイルバッテリーで、しかもこれこの間の旅行で使ってそのまま充電してないんで、なんと1本しかないんで、もうほぼ使えないです、あとはなんかネジがあった、はい、謎のネジがあります、何のネジですかそれどんぐらいかな、え、この本でいいの、おい、三者さよりめちゃめちゃ遊び道具が出てきましたネジ捨てていくわ、何も持ってきてないスイッチもさ、バベケが持ってないっていうからさ、現地調達するっていう約束はどうしたんですか、あ、これあれだ、ほら年賀はがきのやつ、これ俺郵便局働いてた時にさ、これあのめっちゃ積んであるやつ、あの年末にあの年賀状買ってくれたお客さんにこの年賀状買ってくれてありがとうみたいな感じでこのティッシュを配るんやって、そう、それです、思い出の一つの、はい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 、絶対仕事辞めた時からリュックに下の方に入れていつも社会人時代にあれを忘れないように、そうそうそう、あの時の気持ちを、じゃあ最後大取り、まあまずね、はい、そもそもですよ、覗いてください、はいはい、そもそもね、お、手持ちのカバンだけじゃ甘いんですよ。おお。ほお、ね、何それ。まあ確かに僕らはね、あの衣類が入ってるやつはめんどくさいんで。まずこの、それなんてブランド？手に持ってるこれフェンディです。おい。フェンディ。財布がグッチ。2個あります。おお。2個出てきた。何？何を使って。会社の財布です。1個は。ああ。携帯がね、2個あります、携帯が2個も出てきた、はい、しかも自分を待ち受けにして、あれは仕事用なんで大丈夫です、で、これキーケースなんですけど、モザイク入れておいてください、おい、家の鍵が、あ、形状で、で、エアポッツが2個あります、え、なんで、え、両方用、寝る用とエアポッツが2個出てきた、いや、ガチで、今カバンを見て、なんで2個入ってるんだろう、なんで2個あるんだ、すげー、まあこれがね、手持ちですよ、はいはい、手持ちバッグ、いくらだよこれ、確かに総額これだけでも相当いいよな、全部2個ずつある、落ち着かないんですよ、で、こっちがね、熊本で買った最強のカバンです、これファスナーついてるし、サイズ感完璧だし、お、丈夫なんですよ、いいよ、熊もです、しかもそんなに入ってない言うて、そうです、うん、充電器
意識が高いので、うん、ヘアスプレーと、うん、ヘアスプレーワックスとおおなんだそのパッケージすごい化粧水とめっちゃ持ってきてる香水と乙女じゃんおお乳液まで持ってきてますおいおおっとすげえ美意識セットヘアスプレーってあれか髪のスプレーかそうです何やと思ったいやなんか部屋で使うスプレーもあほか何を言ってるんですかあとこれですそれ滑りゲーアイロンだこれヘアアイロンなんですけど、うん、これ、うん、なんと7万円しますやばヘアアイロンずっといいの欲しいなと思って、うん、高校生の時は3000円くらいの使ってたんですけど、うん、なんか美容師の人にこれいいよって言われて騙されましたえでも実際使ってみて3000円との差はいやこれ今日の朝届いたんですよおおちょうど自慢できると思う、うん、バブルケーキのチャンネルでおおいいねバブルケーキもね7万のヘアアイロンパッて買えるような YouTuber になるんだと思うそういう動画なのこれあのぜひチャンネル登録お願いしますあの今緊急でね動画回してるんですけどあの三四郎さんがあのなんかぶっ壊しましたね治るっぽいからでも本当に今壊されました変な壊すのはダメだねいやで一番大事だったのになこれ撮影終わった瞬間に壊しましたからね三四郎さんびっくりした YouTuber の素質なさすぎですよなったしかもさめっちゃ無言でめっちゃ治ってますかがんで取りに行ってじゃ